こんにちは。今日の講義は書籍株デイトレの鬼百足です。この書籍は著者の石井勝利氏が45年の株式投資の経験をもとにデイトレードに特化した実践的な手法を100のルールとしてまとめたものです。デイトレードとは短期間で株を売買し日々の価格変動を利用して利益を得るスタイルで、特に最近のように市場が乱高下する中では非常に有効な手法とされています。著者は毎日異なる銘柄を選び短期での利益を追求することの重要性を強調しています。具体的には5分即チャートを使ったトレード技術や板情報の読み方を学ぶことで実際にすぐに使える売買法を提供しています。本書はデイトレードの基本から応用までを網羅しており、特に初心者から中級者の投資家にとって非常に役立つ内容となっています。まず序章ではデイトレードの基本理念が紹介され、どのようにして短期的な利益を上げるか、そのための心構えが述べられています。著者はリスクを最小限に抑えつつ利益を確保するためにポジションを持ち越さないことの重要性を強調しています。つまり毎日市場が閉まると同時に持ち株をすべて売却し、翌日には新たなチャンスを探すというスタイルです。次に第1章ではデイトレードの瞬間的な勝負について詳しく解説されています。ここでは固定観念を捨て常に変化する市場に柔軟に対応することが求められます。上昇トレンドに飛びつくのではなく押し目を狙うことや含み益を確実な利益に変えるための戦略が紹介されています。第2章では流れを読み取ることの重要性が強調され、相場の急変時にどう行動すべきか、また暴落時に自己身のチャンスを見逃さないための考え方が述べられています。第3章ではトレードの裏に潜む下手筋の思惑を見抜く方法について解説されています。ここでは合理的な相場形成は存在せず、時には材料が悪いにもかかわらず株価が上昇することがあるため注意が必要です。最後に第4章では儲かるテーマや銘柄をつかむための戦略が紹介され、新しい材料やテーマ株の重要性が強調されています。このように本書はデイトレードを成功させるための具体的な方法論を提供しており、特に短期的な利益を追求する投資家にとって非常に実践的で役立つ内容が詰まっています。石井氏の経験に基づいたアドバイスは読者が市場での成功を収めるための強力な武器となるでしょう。デイトレードの技術を磨き賢く活用することでトレードの成果を格段に向上させることができると信じています。著者の石井勝利氏は長年の経験を通じて得た知識をもとに特に重要なポイントを厳選して解説しています。その中でも特に注目すべきはチャート分析の重要性です。デイトレードでは瞬時の判断が求められるため、チャートを正確に読み取る力が不可欠です。著者は特に5分即チャートに焦点を当て、短時間での価格変動を捉えるための具体的な方法を示しています。このチャートを使うことでトレーダーは市場の動きをリアルタイムで把握し、エントリーやエグジットのタイミングを見極めることができます。また板情報の読み方についても詳しく解説されています。板情報とは株式の売買注文がどのように並んでいるかを示すもので、これを読むことで市場の需給バランスを理解することができます。著者は板情報を通じて市場の気配を感じ取る方法を教えており、これによりトレーダーはより効果的なトレードを行うことができるようになります。特に板の動きや大口の注文を見極めることで次に来る動きを予測する力が養われます。さらに本書ではリスク管理の重要性も強調されています。デイトレードは高リスク高リターンの投資スタイルであるため、損失を最小限に抑えるための戦略が不可欠です。著者は損切りのタイミングや利益確定のルールを明確に設定することを推奨しており、これにより感情に流されず冷静にトレードを続けることができると説明しています。特に損失を出した際にはその理由をしっかりと分析し次回に生かす姿勢が大切です。またデイトレードにおけるメンタル面の重要性についても触れられています。市場の変動に対する恐怖や欲望はトレーダーの判断を狂わせる要因となります。そのため冷静さを保つためのメンタル管理やス
ストレスを軽減するための方法についてもアドバイスが与えられています。著者はトレードの前にしっかりとした準備を行うことや、トレード後に振り返りを行うことが精神的な安定につながると述べています。さらに著者は市場環境の変化に柔軟に対応することの重要性を強調しています。特に国際的な経済情勢やニュースが株式市場に与える影響は大きいため、常に最新の情報をキャッチアップし変化に対応する力が求められます。これによりトレーダーは新たなチャンスを見逃さず利益を上げる可能性を高めることができます。このように株デイトレの鬼百足はデイトレードを行う上で必要な知識や技術を網羅した実践的なガイドブックです。著者の豊富な経験と具体的なアドバイスは、これからデイトレードを始める人やさらなるスキルアップを目指す投資家にとって非常に有益です。デイトレードの世界に飛び込む勇気を持ち、ぜひ本書を参考にして自分自身のトレードスタイルを確立していくことをお勧めします。本書を読むことで読者はデイトレードに関する深い理解を得ることができます。特に短期的な売買における戦略やテクニックを学ぶことで実際のトレードに役立つ具体的な知識を身につけることができるでしょう。著者が提案するルールや方法は初心者でも分かりやすく、すぐに実践に移せる内容が多いため、これからデイトレードを始めようと考えている人にとって非常に有益です。またチャートや板情報の読み方を習得することで市場の動きをより正確に把握できるようになります。これによりエントリーやエグジットのタイミングを逃すことが少なくなり、より良い取引ができるようになるでしょう。特に5分即チャートを利用することで短時間での価格変動を捉える力が養われ、瞬時の判断が求められるデイトレードにおいて重要なスキルを身につけることができます。さらにリスク管理の重要性を理解することでトレードに対するアプローチが変わります。損失を出した際の冷静な対処法や利益を確保するためのルールを設定することで感情に左右されずにトレードを続ける力がつきます。これにより安定した成績を上げるための基盤が整い、長期的に見て安定した収益を目指すことができるようになります。著者が強調するメンタル面の管理についても読者は大きな学びを得ることができるでしょう。トレードは精神的に厳しいものですが、冷静さを保つための方法を知ることでストレスを軽減し、自信を持って取引に臨むことができるようになります。トレードの前に準備をし、トレード後に振り返りを行うことで自分自身を客観的に見つめ直すことができ、次回に生かすことができるのです。また国際的な経済情勢やニュースに敏感になることでトレードの幅が広がります。市場の変化に柔軟に対応できるようになることで新たなチャンスを見逃さず、より多くの利益を得る可能性が高まります。著者のアドバイスを参考にすることで常に最新の情報を取り入れ、自分自身のトレードスタイルを進化させていくことができるでしょう。このように株デイトレの鬼百足はデイトレードを行う上での実践的な知識やスキルを提供してくれる一冊です。読者はこの書籍を通じて短期的な売買に対する理解を深め、自分自身のトレード技術を磨くことができるでしょう。デイトレードの世界において成功を収めるための道筋を示してくれる本書をぜひ手に取り実践してみてください。デイトレードは短期間での売買を繰り返し、日々の価格変動を利用して利益を上げる方法です。このスタイルは特に市場が活発に動いている時期に有効であり、投資家が短期間で利益を上げることを目指すための戦略として広く採用されています。デイトレードの最大の特徴はポジションを持ち越さないことです。つまり株を買ったらその日のうちに売却し、翌日には新たな銘柄を選ぶというスタイルです。このアプローチは夜間の市場の変動によるリスクを回避するために非常に重要です。市場は海外の経済指標やニュースによって影響を受けることが多く、これにより翌日の株価が大きく変動することがあります。デイトレーダーはこのリスクを避けるために資金を持ち越さずにその日のうちに取引を完結させるのです。デイトレードを成功させるためにはチャート分析が欠かせません。特に短期的な動きを捉えるためには5分足や1分足といった短い時間軸のチャートを使うことが一般的です。これにより
トレーダーはリアルタイムでの価格変動を把握し、エントリーやエグジットのタイミングを見極めることができます。チャートにはローソク足や移動平均線、ボリンジャーバンドなど様々なテクニカル指標が用いられます。これらの指標を使いこなすことで市場のトレンドを理解し、より効果的なトレードが可能になります。また板情報の読み方も重要です。板情報とは売買注文がどのように並んでいるかを示すもので、これを読むことで市場の需給状況を把握できます。例えば大口の買い注文が入っている場合、株価が上昇する可能性が高まりますし、逆に売り注文が多い場合は株価が下落する可能性があります。板情報をしっかりと読み取ることで、トレーダーは市場の動きを予測しやすくなります。リスク管理もデイトレードにおいて非常に重要な要素です。デイトレードは短期間での利益を狙うため、損失が発生した場合には迅速に対応する必要があります。損切りのルールを設定し、あらかじめ決めた損失額に達したらすぐに売却することが求められます。このようにすることで大きな損失を防ぎ、資金を守ることができます。また利益確定のタイミングも重要で、適切なタイミングで利益を確保することで全体の成績を向上させることができます。さらにメンタル面の管理もデイトレードには欠かせません。トレードは精神的に厳しいものであり、特に損失が続くと冷静さを失いがちです。感情に流されずにトレードを続けるためには冷静な判断力を保つことが必要です。トレードの前にしっかりとした準備を行い、トレード後には反省をすることで自分のトレードスタイルを見直し改善することができるでしょう。デイトレードは短期的な利益を追求するスタイルであるため、常に市場の動向に注意を払う必要があります。国際的な経済ニュースや市場のトレンドに敏感になり、情報をしっかりとキャッチアップすることが求められます。市場の変化に柔軟に対応できるようになることで、新たなチャンスを見逃さず、より多くの利益を得ることができるのです。このようにデイトレードは多くの要素が絡み合った複雑な活動ですが、正しい知識と技術を身につけることで誰でも挑戦することができます。デイトレードの世界に足を踏み入れることで自己成長や市場理解を深めることができるでしょう。成功するためには常に学び続け、実践を重ねることが大切です。デイトレードの魅力を感じながら、ぜひこの挑戦を楽しんでほしいと思います。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら心と体の健康は互いに密接に関わっており、どちらか一方が不調であれば全体のバランスが崩れてしまうからです。健康な体は明晰な思考を助け、逆に健全な精神状態は体の健康を促進します。だからこそ読書や勉強で知識を深めるだけでなく、日々の生活の中で体を動かし、栄養バランスの良い食事を心がけることが重要です。ここで健康管理とダイエットに特化した素晴らしいサービスをご紹介します。それがライザップ結果にコミットプライベートジムです。このジムでは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが提供されており、個々のニーズに合わせたオーダーメイドのプログラムが組まれます。これにより過去にダイエットやジム通いが続かなかった方でも継続しやすくなっています。トレーナーはトレーニングだけでなく食生活やメンタルのマネジメントも行うため、総合的な健康管理が可能です。またライザップは30日間無条件全額返金保証を提供しているので、初めての方でも安心して始められます。トレーニングは1日50分、週に2回の無理のないペースで行われるため、忙しい方でも取り組みやすいのが特徴です。さらに無料カウンセリングも実施しており、トレーニング開始前に自分に合ったプランを見つけることができます。トレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、人目を気にせず集中できます。マンツーマントレーニングなので、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人におすすめです。トレーナーが作るあなた専用のプログラムにより、無理な食事制限なしで食べられるダイエットが可能です。健康的に痩せ、理想の体を手に入れられ、リバウンドしにくい体作りが目指せます。30日間無条件全額返金保証があるため、安心してトライできます。テレビ CM 結果にコミットするで話題のパーソナルトレーニングジムとして自信を持ってご案内させていただきます。
気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。